はい、今日の動画はね、昨日あの銃整備をして、あのジム兄ちゃん店の方で銃整備しました。それでね、工具をね、たくさん持っていたのでね、いつもの定置に片付けるのと、それと約 2,3 ヶ月前にね、ハーレちゃんスプレーで、シリコンスプレーでエンジンをきれいにするっていう動画をアップしました。それでね、経過報告をね待ってますというね声があったのでね、今日そちらを見ていきたいと思います。What do I do? Why is it so hard to find someone new so far away? はい、早速ね、片付ける前にこのね汚れを落としてなかったらねギトギトなんでね、それでこれちょっとねオイルのにじみがあったんですよ、昨日ジム兄ちゃんね。でそれを触った手袋で、そのままね行っちゃったもんでね、すんごく汚い。もう作業してる時はね、一生懸命だったんで、工具が汚れるとかそういうことはもう気にせずバンバン行ったんですけどね、やっぱり次の日になったらねこの汚いのがねめちゃくちゃ毎回気になるんすよ。ほんでやっぱりね、次使う時にやっぱり気持ちよく使いたいんでね、掃除は必須かなと思います。めっちゃ汚い。なんかまあね、基本掃除することによって壊れてる部分とかも分かるし、まあバイクも車もそうなんですけどね、工具もやっぱり基本は掃除かなと思ってます。貧乏臭いんですけどね、まあそんな感じで。でねこれね、油拭いたところはねちょっとウエス切り取っとかなね、次また油がついたら嫌なんでね。結構始末でしょ、なんかおっちゃんバンバンお金ある、いいですねとかよく言われるんですけど、結構始末なんですよおっちゃん。よし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 、今日も緩いね動画。切れない、切れにくい。はい、この部分は捨てます。よいしょ。このねラチェット類もね、やっぱりね同じ場所同じところにね置いてやらんかったらね、次ほんと探すんすよ。ほんで今日もね、これ使う予定があるんですけどね、一度ね、所定の位置に、返します。やっぱりあれやね、銃整備するときはサーキットの方でするより、私の会社のねこっちでした方が工具があるので、昨日もねほんとね、うわこの工具あったらいいのになーって思うことがね、何回かあったんですけど、もう取りに帰ってくるのがねちょっと面倒くさかったんでね、そのまま作業したらやっぱりね、作業効率はめちゃくちゃ悪かったですね。はい、お待たせしました。それでね、冒頭に言ってましたハーレのこのよいしょクレのシリコンスプレー、塗ってあれからどうなったかっていうのをね、皆さんに報告していきたいと思います。ちょっと近づくんでね、 GoPro でいきます。こんな感じ、ベタつきは全くないです。それでなんて言ったらいいかな、こう自然の黒色、
今までは、この黒色の上にホコリっぽかったので、それであのシリコンスプレーを塗ったんですよね。そしたら黒色の輝きが戻ってきたっていうような感じで、まあそんな感じだったんですけど、それでこの耐久性とか、あと走っていってのこのベトベト感とか、まあ何回か走行行きました、ベトベト感も全くなくね、すごくいい感じの仕上がりではないんかなと思います。でホコリはまあ払ったらいけると。まあそれでね、ついでにおっちゃんまた今日かけてやろうかなと思ってね、表の前にもうかけてますよね。これね、かけるときってこんな感じなんですよ。よいしょ、 GoPro で。はい、これね、今日ねしようと思ったのは、この前エアクリーナーついてたでしょ。そしたらここのところとかあんまりできてなかったんですよね。だから若干白かったんで、今日ちょっとやってみたいなっていうのもあって、すごいでしょこれ。はいこれがね、いいか悪いかはおっちゃん全く分かりません、けどね、おっちゃん的にはね、かなり良かったかなと。でちょっと今吹き付けたらちょっと吹きますね。これあれやね、これで撮っとこうか。これね、塗った時はこのべちょっとした感覚あるんですよ、ここのところね。けどね、このスプレーって手で触ってもそんなにっていうか全くべとつかない感じ。まあこんな感じ。よっしょよっしょ。だからこれ本当ね、やり方が合ってるかどうかっちゅうのは全くわからないんですけどね。まあほんでも実際数ヶ月きれいに状態を保ってるので、まあおっちゃん的には本当にありかなと思いますね。いい感じちゃうかな、これ。なかなかいい感じに仕上がってきました。はい、それでね、前回ね、このハーレだけでなしにね、このゼファーちゃんも塗ってたんですよ、このエンジンにシリコンスプレー。これめっちゃキレくないですか、これすごいキレいんですけど、このシリコンスプレーって塗ってホコリっぽいのをなくしてくれるっていうのと、あと黒いところがより黒い。それでね、なんかね、私まあ個人的な感覚やったらベトつきがあるかなと思ったんですけど、まあ噴射するんでね、もうベトつきがなくね、サラサラの感じでね。まあこれも、前回シリコンスプレーしたんですけど、これめちゃくちゃ綺麗ないですか。これはもうね、おっちゃんはやって正解と思います。はい、いかがでしたでしょうか。今日もね、出勤前の1時間、それで、前の日に作業した工具はその日におっちゃんは元の位置に戻せばいいんですけどね、まあ、おっちゃんのスタイルとしては朝ちょっと早起きして、朝片付けして、それから、仕事に突入するという感じでございました。それで朝はね、ちょっと片付けしました。まだまだね、片付けしたら言うてもね、綺麗か汚いかって言ったらちょっと謎なんですけどね。それでハーレちゃんのね、このシリコンスプレー塗った時から経過報告お願いしますって言われてたんです。3ヶ月ぐらいとか6ヶ月、また1年のね、経過報告待ってますって言われてたんでね。で今日ちょっとまあ、片付けだけだったんでね、撮影する時間があったんで撮影してみました。それで今で3ヶ月目ぐらいで、まあ綺麗な状態保ってくれてます。それで
まあ今日塗ったからね、今日がまた振り出しになるのかな。あ、向こう側は塗ってないです、こっち側だけにしておきます。今日撮影するんだから向こう側塗ろうかなと思ったんですけども、向こう側は塗らなくてこのまま置いておきます。それでまたね、6ヶ月おなから今から3ヶ月ぐらい後にね、例えば6ヶ月前 の, 状あの塗ったままと3ヶ月後に塗った状態っていうんでね、また見ていただいたら、あ、それも比較になるかなとは思うんですけど、まあそんな感じね、なかなか、おっちゃんはほんまにね、このシリコンスプレー、塗ってよかったなと思ってます。っていうか、まあ、シリコンスプレーをこういうのに使うっていうことに出会ったことに対してね、おっちゃんはすごく良かったかなと思ってます。というわけでね、今日のおっちゃんのゆるい動画、もしよかったらいいね、高評価、ポチ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 押してやってください。それとね、またジム兄ちゃんもね、また明日もね、ちょっといろいろやっていきたいと思います。それでまたね、動画編集できたらアップしますのでね、またチャンネル登録してね、次の動画でお会いできればめちゃくちゃ嬉しいです。というわけで皆さんね、良い一日をお過ごしください。さようなら。うーす。